藤谷蓮次郎です。現在、松竹系の映画館で公開されております、月一歌舞伎。これ、5月の初めの頃しかやらないらしいんですが、月一歌舞伎、松竹さんが公開しております、この歌舞伎の舞台を映画としてパッケージしたもの。とはいえ、カメラワークとかいろいろ凝ってますので、まあ、また舞台を見るのとは違う、環境というか、趣があるかなというふうに思っておりますが、こちら見てまいりましたので、また私素人ながら勝手にお話をさせていただきます。どうぞお付き合いください。5分ほどで終わりますので。で、まず、その感想に入る前に、いつも通りお願いをしておきます。こうして私の動画をご覧いただいた方は、ぜひとも、このタイミングで、チャンネル登録の方をお願いいたします。チャンネル登録をしていただける方が増えていかないと、なかなか再生回数が増えるというだけでは続けられないもんですから、もちろん好きでやってることで、私の動画の方は、一番少ないもので3回とか4回とかいう場合もあるんですけども、それはそれで構わないと思ってやってます。ただ、やっぱり長い間続けていきたいと思いますので、ぜひともこうしてご覧いただいた方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。これをご縁と思ってお願いいたします。それでは、この月一歌舞伎、今回は、かご鶴瓶、里の酔いざめ、かご鶴瓶、里の酔いざめという演目です。有名なやつで、吉原百人斬りという、まあ、要するに、まあ、吉原というのは、その里のというのは花町のって書くんですけども、かご鶴瓶というのはどうも刀の名前のようで、花町、この吉原で、まあ、男女の、まあ、普通私ここで話すときにはあんまりあらすじに触れないようにしてますが、これだけ有名な演目になると、隠さなくてもいいと思うんで申し上げると、まあ、吉原で花魁に入れ上げた男が裏切られて、その恨みでこう、人情沙汰を、まあ、刃物で人に切りつけまくるという、実際あった事件を題材にしたものです。で、その主人公を中村勘三郎、ずっと歌舞伎界に何かのこう、話題を、何とかして話題を作ろうという非常に強い、まあ、役割意識をお持ちになって、歌舞伎界の、まあ、世間一般との接点を引っ張った方の一人ですよね。亡くなられましたけども。中村勘三郎さんが、まあ、アバタズラの、ちょっと、顔立ちの悪い、主役を演じているんですが、ちょっとね、アバタズラの作り方が僕は、あんまり、まあ、歌舞伎ですから現代の演劇と違うんですけども、その惚みよがしさがちょっと嫌だなと思うんですけども、やっぱり歌舞伎ですからその世界のものとして、あそこまで強調しないとわからなかったかなというところ。で、勘三郎さんの恨みを買う花魁に、これがまた素晴らしく綺麗な坂東玉三郎さんが演じています。この映画、この、かご鶴瓶、里の酔いざめ、酔いざめという作品は、平成22年の舞台をパックしたらしいんですけども、まあ、映画館に持ってきたらしいんですけども、とにかく今まで何本かですけど見させていただいたシネマ歌舞伎の中で最も面白いです。大変に面白い仕上がりになってます。鼻から舞台も綺麗だし、出てくる女方、小山の方々の魅力もとてもよく伝わってくるし、一方で勘三郎さんの顔立ちとか、そのわざとこう塗ってる感じっていうのは、ちょっと僕は引っかかりますが、まあ、あれくらいやんないとね、やっぱり舞台ではっていうところなんだろうなというふうに自分で納得はしておきましたが、あとはやはり仁左衛門さん、仁左様がですね、色男の役で出てきて、またかっこいいんですよ。で、出てくる人みんな綺麗だったり、色合い、舞台全体の展開の仕方、立て付け、その舞台の、あれ、かき割りとかを含めて舞台のセットっていうんですかね、なんていうんですよ、歌舞伎で。はすべて見事なもんで、華やいだ気分で見てられます。ただ、最後の方に、あれって思う点が一つ出てきて、それは、中村勘九郎さん、勘三郎さんの息子さんの勘九郎さんですね、今の。が、かなり感情的な姿を見せるんですよ、芝居で。涙とか鼻とかバンバンに出して、あれ舞台でやるかなくらい、まあ正直見方としては汚く見えるんだけれども、あれ、要するに、多分、その、勘三郎さんが最後に行くまでの間に、感情をぐっと抑えてるようにも取れるし、あるいはもう、あまりの出来事にポカーンとして我を失って、ただ対面だけ、体裁だけ作ろってるみたいなところを、
感情としてはどう揺れたかというのを息子の勘九郎がお月の、お月のものの役で出てきてるんですけども、見事にこう感情的なものを表してんだなと思った次第です。勘三郎、勘九郎親子、それから七之助も出てきますけども、まあ、舞台そのものの面白さは抜群。ただ、ストーリー上は実在の事件から撮ってる可能、撮ってもちろん、いろいろフィクションの要素を込めてやったんでしょうけど、江戸の吉原というものが持ってる悲惨さっていうのも最後にチラッと出てきますんで、その部分が後味はちょっとグッと迫るものはあります。でも、歌舞伎の入門編としてはこれすごくいいんじゃないかなと私は勝手に思った次第です。かご鶴瓶、佐藤のエイザメ、あと数日やってるようですから、ぜひともご覧になりたい方はぜひご覧いただいた方が、まあ後悔はしないかなくらいの素晴らしい舞台でした。あえて言うと玉三郎さんをもっと輝かしてほしかったなと勝手には思いますけど、玉三郎さんのシリーズがまた後であるようなんで期待しております。今日は、シネマ歌舞伎かご鶴瓶佐藤のエイザメという映画についてお話をさせていただきました。ぜひともチャンネル登録の方をお願いいたします。それでは失礼します。